日本の有名なねるねるねるねというスライムシップで、めっちゃ伸び伸びのお菓子を50本も使用して超筐体バージョンを作っていきたいと思います。50個でスライムはどこまで伸びるのかな、やってみよう、やってみよう始めようぜ。作り方を説明しながら作っていこう。じゃあまずはこれ袋を開けて中身を取り出してまた並べようか、うん、勝負する？普通にやる？普通にやろう、ね、分かった。勝負したくないよね。したくないけどいいよ。何やる？勝負しながらやる気が生み出すので、ロジックは簡単に当てられると思います。あ、賢い。本当？うん、もっと褒めてくれて。賢いよ。3、2、1、スタート。24、25、26。さあ、俺は勝ちたー。負けたー。この3種類のパウダーを使って、ねる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 を作っていくんだけど、普通ははい、こういうカップを使って作るんだけど、今回50個だからサラダボウルでねる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 を作っていくぜ。このパウダーの他に、はい、水をはい、このちっちゃいカップ、はい、5cc って書いてあるから、うん、これの50個分ということで、はい、250cc の水がこのボールの中に入って、皆さんはね、そのボールをゲットするためにパンいっぱい食べたよ。あ、ローソンだあ、すごい懐かしい。よくやった。うん、これも子供の時よく作ってた。あ、本当？うん、今もう30年ぶりだな。皆さんは何歳？38。激キュコポケモン。これね、すごく綺麗な色。うん、ピラタンのパンツの色。ピラタンは赤いパンツ持ってない。じゃあ何色？あー、何色がいいかな。1個は100カロリーだから、あと5000カロリー。次はラムネですね。できるよ。上手。じゃあそうしたらこの1番のパウダーに水を入れます。罰ゲーム俺じゃなかったっけ？あ、そうだね、忘れちゃった早速いただいてみましょう。じゃあいただきます。いただきねるね。ねるさん、ついてる。まだパンついてるよ。ついてるよ、つけてるの。じゃあ次はこれをトーストにのせて、チーズのトッピングでグリルに入れて焼いてみましょう。みなさん考えたオリジナルレシピ、どうぞお召し上がりください。じゃあいただきます。あ、美味しい。ねるねるねるねのこけ方はマシュマロとちょっと似てて。あ、本当だ。うん、うまうま。今度は俺がねるねるねるねを使ってスペシャルな料理ピナタンのオリジナルレシピに勝てるかな。きっと勝てる。ママクッキング開始。このご飯を使って。自分で作ったの？ポケットから出したよ。え、ポケットから。そう、ね、うん、これにねるねるねるねを。美味しそう。すごい。ちょっとね、
富士山。そう、富士山をモチーフにしてるな。うわー、いただきます。どうぞ。そう、そう、そう、悪くない。本当、うん、シェフも試食します。はい。あれ、おいしい。ダイエットにすごくいいんですよね。すごい、そう、ダイエットにめっちゃいい、うん、口でお腹いっぱいね。でもビナタンのオリジナルトーストは本当に美味しかったから、みんな真似してみてね。2人の動画を見てくれてありがとう。次も楽しみにしててね。だからねるねるねるねグローブを作るぜ。Wow.